私はセナ。誘われた外れ飲み会で人数分のぶぶ漬けをファーストオーダーしてあげるスマート気配りな女の子。この子はヒーちゃん。パリピが集まる飲み会の片隅で沈黙貫くインドア系男子に乾杯をひたすら強要してしまうガサツ気配りな女の子。そんな正反対のうちらは今日とある事件を追って梅田ダンジョンに来たんやけど。セナ、セナ、ちょ待って。どうしたん、ひーちゃん。すごいことに気づいたんやけどさ、梅田って可愛くない？うん、突然の梅田可愛い宣言はアホそうに見えるからやめた方がええよ。だってな、梅田やで。名前に花が入ってんねんで。花が入ってたら可愛いわ。安直すぎて逆に新しいな。梅田を売り出そうと試行錯誤する大人たちも目から鱗やと思うわ。ただ梅田はもともと湿地帯を埋め立てた梅田が語源で。だって梅やで、ピンクやで、可愛いやん。せやな、確かにお花畑みたいで、まるでひーちゃんの頭みたいやね。セナ、それどういう意味？いや、それ毎日フラワーフェスで最高やん。ひーちゃんのそういうとこ嫌いやないで。で、今から何しに行くんやっけ？なんか梅田のダンジョンで地盤沈下の予測が出てるとかで、それを調査しに行くっていう。そうやった。でもこれってひーたちの仕事なん？確かひーたちのミッションって。ひーちゃん急ご。うん、大阪駅前ビルの方まで来てもうたけど、ほんまにここで会ってんの？めっちゃ喉乾いた。発生源は多分この辺。あ、あれ見て。ん？え？野生のおっちゃんの群れや。さすがは梅田屈指の飲み屋街。企業戦士たちの束の間の羽休めか。ええなぁ、いいもの見たい。ん？でもなんか様子おかしない？知らんけど。確かにネガティブオーラが充満してるっていうか、知らんけど磁場が歪んでるというか、哀愁増し増しというか。ちょっと見てくる。あ、ひーちゃんちょっと待って。え、地盤沈下の原因はあのおっちゃんたちや。おっちゃんが？なんで？会社に行けば上司からプレッシャーをかけられ、家庭に帰れば家族に冷たくされ、将来の不安、若者からの白い目線、それらおっちゃんたちにのしかかる社会的外圧が一極集中し、梅田ダンジョンを沈下させてるんや。なんやて。工藤。工藤？ごめん、気にせんといて。さ、原因が分かればあとは片付けるだけ。ちゃちゃっと終わらせて帰るで。あ、ひーちゃん超待ち。なんやねんな、さっきから。確かにおっちゃんを排除することは簡単や。でもそれでええんやろか。どういうこと？おっちゃんは毎日会社のため、家族のため、そして社会のために汗水流して頑張ってはる。せな、そんなおっちゃんらを救うのもうちら魔法少女の仕事やない？ごめん、日が間違ってた。ここは私に任せて。わかった。でもどうやって？おっちゃん、うちらこの辺のお店あんま知らんくて、よかったらいいお店知りませんか？うちも飲みたい。混ぜて混ぜて。あ、ここ座っちゃおう。こいつやりよる。なんかおっちゃんたち元気になってたな。私のおっちゃん検定1級が役に立ったわ。なんそれ、漢字検定より社会で行きそう。あ、そういえば結局ヒーたちのミッションって何やったっけ？だからこの大阪のおっちゃん化を阻止することやろ。でもさっきもええ人らばっかやったし、別におっちゃん化なんかほっといてええんじゃん。ええか、ヒーちゃん。若者が集まっていたとある SNS は、おっちゃんが流入した矢先、フィードは誰も読んでいない長文投稿と謎の景色の写真で埋まり、最終的には加齢臭漂う廃墟と化したらしいわ。言葉容赦なさすぎやん。いや、確かに誰に向けた報告やっていうのあるけど。つまりうちらはこの大阪の未来のために、おっちゃん化の謎を突き止めて食い止めなあかんのよ。知らんけど。なるほどな。ほんならひーも頑張らんとあかんな。知らんけど。私